先週に引き続きお越しいただいております輝くゲストは染色作家、実友禅作家川村直恵さんですどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、和の文化祭というのを四日市電子指定で開いていただきまして多くの人にあの作品も見ていただきましてありがとうございましたありがとうございました、はい、その中でおそらく作品を見られた方がこれって友禅なの って思友禅といえばその京友禅というのがあると思いますしその東京友禅というんですかね、はい、あったり名古屋友禅というのがあるってお聞きしましたけども川村さんんはどうういった友になるんでしょうか私は、えー、美濃友禅という友禅を3年前に商標登録しまして美濃友禅作家として今活動しています。えー、他の友と 身の優先との違いと言いますのは着物などにとどまらず一つの絵画として染色を見せていきたいという思いで作っています技法はこう優先染めや型染めなど日本の伝統文化として用いられた技法なんですが、まあ、表現が全く違ってきます作品を見ていただいた方は多分印象に残るというかわかると思うんですけども非常に こう鮮やかなグラデーション模様というのが、えー、見れるんですねこれはどういった作り方になるんですかえまず白生地に薄く色を重ねていきます、えー、おそらく一つの作品で20回か30回は色を染め重ねていますその中で表現したいモチーフでそれを有線染めや型染めの技法で描いていきます 普通の有線染めですと、ええー、二十回三十回塗ることがあるんでしょうか。あ、それはないです。ないんですか。はい。特殊なんですね、だいぶ。そうですね。普通の有線染めといいますと、柄の輪郭にあたる部分を、うん、糊というもので書いていきます。で、糊で書いたものの中に色を塗っていくというのが本来の有線です。私は生地全体を もう色のグラデーションで重ねて染めていきますので細部ももちろん描き込むんですがこう全体の構図として色がどうあるか色と色が重なり合うとまたどんな形が生まれるかっていうようなそんなところに重きを置いいてて染めています、えー、さらには、まあ、花のモチーフだとかいろんなあの型っていうのも使われてると思うんですが。はい 自然界からインスピレーションを得てその型紙を作っています。だいたい自然にあるその植物や花やあと光やこう水の流れなどそういったところからこういったものが作りたいなっていう想像につながります。続きはお知らせを挟んでお聞きします。藤本修二の電子体験。ここで電子体で開催されるイベントをご紹介いたします。 11月14日土曜日15日日曜日は料理会の巨匠熊谷紀八さんと陶芸会の名校清水水月先生による賞味会が開催されますぜひお越しくださいそして電子指定ではご予約なしでお気軽にお召し上がりいただけるランチをご用意しております夜はご予約が必要ですが創作和食のコースやすき焼きコースがございます 個室が3室と広間が2室ありますので安心してご利用いただけます四日市にお越しの際にはぜひお立ち寄りくださいそこで今月も抽選で8組16名様に4400円相当のペアランチ券をプレゼントランチは4種類から選べます応募方法はお名前、ご住所、電話番号をご記入の上メールアドレス、電費地、 番組のごご意見ご感想もおお待ちしておりますイベントの詳細やお申し込み営業に関するお問い合わせは電子制のホームページや公式 Facebook にてご確認ください。<music> 終始の電子体感。引き続き染色作家身の由前作家川村直衛さんにお話をお聞きします。作品が出来上がるまでどのぐらいの時間がかかるんでしょうか。まあサイズにもよるんでしょうけども。ええー、だいたい二メートルや三メートルの作品が多いんですが。 結構大きいですね。ねそうなんです。外でやられるんですか。家の中でやられるんですか。家の中で、ええ、はい。それだけ染められる工房を構えてまして、大体、ええ、本当に大きい作品になります,そうですね。大きいですね。はい、じゃあもうなんで走り回りながらみたいな感じなんですか。あ、そうそんな感じですね。<laughs> で、その大きい面で考えていくので。 本当に走り回ってこう色が足りない時は端から端まで一気に駆け抜けるような感じもしてます <laughs> ちょっとと途中で上かから見たりとか <laughs>、はい、普通はこう横にして水彩画を描くようなイメージで描いていくんですがやっぱり大きいので全体像がわからない時はそれを天井から垂らして今どうなっているかの確認しながらやっています。 そうするとさらにこう二十回三十回とこう塗り重ねていくっていう作業が必要でまあ作品出来上がるのにすごく時間もかかりますね。短いものだと本当一週間ぐらいでできてしまうんですがこう長いものだと月切りではないんですが七年八年かかったものもあります。何かこうアイデアがちょっともうこれじゃないなとか出てきて。 ですか。そうですね。ちょっとわからなくなると、それをくるくるっと巻いて保管しちゃうんです、ね。あ、一旦ここ置いとこうと、途中だけども置いとこうと。<笑><笑>そうなんです。で、またその続きがやりたいなと思うときに、その作品を出してきて、また続きを染めていきます。アーティストですね。何かこう、作品作りとして、こだわりというか、自己表現をこう出していこうっていう。そうですね。たまたまそのキャンバスが。 染色だっていうところで、一つのアートを表現したいっていうもので。そのキャンバスは、何かっていうところが染色だったんです。なので、ひょっとすると油絵だったかもしれないですし、日本画だったかもしれないんですが、染色の色ってものに強く引きつけられましたので、そこから離れられなくなりました。もし、油絵とかだと、今度置いておくスペース、大変でしたね。そうですね、<laughs> 布って面白いんですが。 こう丸めるとちっちゃくなるので,で <laughs> 本当に保管スペースがいらないんです, <laughs> ですね。その分工房のスペース取れて。<laughs> そうですね。<はい S 1> 海外の展覧会などでも油絵など運ぶとき本当に大がかりになってしまうんですが布ですとくるくるっと巻いてスーツケースに入っちゃうんですね。確かにそうですね。<laughs> 自分で運べますね。<laughs> 自分で運ぶんです <laughs>。 でギャラリーでびっくりされますこんな小さなケースからものすごい大きな作品が出てくるわけなので。<laughs> いやそれちょっと面白いというかいこういう作風ならではのエピソードですね。コンパクトになる絵画ですね。<laughs> ですねぜひあのホームページの方に岡村さんのこう作品作りの動画が載ってましてですね私もそこを拝見させていただいたんですが。 うんはい、今あの YouTube で「川、えー、村直江と検索いただくとこの作業工程が約1分半でまとめてアップされてますのでぜひご覧いただきたいです結構大きい作品ですよねあれも、はい、YouTube の作品も大体 3m のものですあ例えばその作品っていうのはどういったところからこう作ってほしいという依頼があるんですかはい 最近ですと岐阜商工信用組合という商信という銀行からロビーに飾りたいということでご依頼いただきましたその作品は長さ8メートルになりますいや大きいですねその8メートルはじゃあ作る時間的にはどのぐらいかかったんでしょうか1一作品で3ヶ月いただきまして、はい、3ヶ月以内に構図からそういった使う型紙であと 色の配合などそんなものを考えて三ヶ月以内に作っています。それあの四作品あるっていうふうにお聞きしましたんで作るのにでは一年がかりの、はいえー、作業だったんですね。そうです。四シーズンの作品を作らせていただきましたので一年がかりでした。すごいですね。そこまでね一つの作品に時間を使って。 はい、銀行さんもそんなに時間かかったって知ってるんですかねはい独立チェックが入りまして、はい、先生どのくらい進んでますかって <laughs> <laughs> ちゃんと作ってますかって <laughs>、はい、お電話いただきました <laughs> 一般的な方からするともうささっっとでできるんじゃないいかって思いますすよねねそうですねねね途中工程なども見せてくださいっていうお話もあったんですが、うん、なんか未完成のものをお見せできないなと思ってそうですよね <laughs> 結局出来上がってからロビーでお披露目ということになってました担当者は相当本当に大丈夫かなと <laughs>、ね、本当に出来上がるのかなと <laughs> かついてやり直しもできないですしね。そううなんですも、うんうん パス勝負なので、うん、その実際に8メートルっていうのは自宅でもないこう天井だかといいますか、そういった空間はないので、そのロビーで吊るした時がこう全体像を見える瞬間なんです。なのであとはもう勘でしかないですね。<laughs> 悩みながら作りましたね、では。そうですね。うん 全体にこういう構図になるかなとか光が当たるとこの流れができるかなっていうもうやっぱ長年の勘 <laughs> で作っていきましたその染め物の魅力っていうのは何なんですか私は主にシルクを染めているんですがシルクの染め物その染料の発色というのは本当に鮮やかで深みがあって美しいんですそういった色っていうのは他の 日本がやぶらいにはない独特な発色をします。それで生まれた色彩っていうものを、えー、皆さんに作品展でご覧いただくとその色彩によって癒されたとか心が浄化されたとかそんなことをお聞きするんです。それなので作品の前に立って皆さんがこう元気になってくださったりそこで何か次にのこう希望を見つけてくださったりそんなふうに思っていただけると。 もう作家妙利に尽きるというかそうです、ね、話が尽きないんですけどもちょっと次週、えー、作品についてもう一度その作品の魅力というものをお聞かせいただければと思っておりますのでまた来週もよろしくお願いししますよろしくお願いいたします。